最後まで笑顔のままナオの前からいなくなるって、そういうサプライズなんです。共犯になってください。私が頼りないから、だから何も言ってくれなかったのかなってずっとそう思ってました。けど私が気づくべきだったんです。そうすれば手を握ってあげるとか背中をさすってあげるとか、渡るが苦しんでる時に何か力になってあげられたかもしれないのに。病気であることを奈緒さんに気づかれないことが渡るさんの希望だったんです。ちゃってた。待っててくれなくていいのに。反省してろよ。大丈夫、もう安定期に入ったから。またれこそ毎日こんな遅くまで残業してて大丈夫なの？働きすぎだよ。俺は全然平気だよ。パパになるんだから今働かなくて頑張んだよ。どうした？どうしたの、渡る？大丈夫？陣痛きたみたい。え？もう何言ってんの、もう。渡さんは宣告よりも2ヶ月も長く生きられました。医者の私がこんなこと言うのもおかしな話ですが、奈緒さんへの強い気持ちが生きる力を伸ばしたんだと思います。私も頑張んないとダメですね。ママ、魔法使いがどこにもいない。変身してるのかな？いた！魔法使い！宝はどこだ？あゆむ！これは5年後に直と歩がここにやってきます。そしたら渡してもらいたいんです。5年後？はい。5年後2人を驚かせたいんです。結婚っていいもんですね。人生が2倍になるんです。子供が生まれれば3倍。俺の人生はあとちょっとで終わっちゃうけど、それでも直と歩の人生がある。それだけで俺もうすっげえ幸せなんです。本当に幸せそうな顔してました。楽しみだなあ。あ、歩もサプライズが好きだったらいいんですけどね。いや、俺の息子だからサプライズ好きに決まってる。ね。
お願いします。歩と一緒に夢に向かって歩く。うん、お久しぶり、ナオさん。偶然だね。付き合ってください。渡君が用意した宝物です。え？